はようございます。来ましたびっくりしたはい、ということでみんな知ってるはい、一部の方から、本当に一部の方から好評なのでやりたいと思います。いきなりクイズ高木千夏。まさか誕生日です。はい、この企画はとにかく場所時間状況問わずいきなりクイズが出題されて、それをラッパープガールズ過去2期の高萩千夏がこう答えていくっていう企画になっています。もう今日は緊張してるんです、本当に私飛ぶぐらい緊張してるんで、ちょっとこれはやりたくなかったんですけどYouTube 見た人いますか？あら、ちょっとあれ目腫れてましたねまあありがとうございます、まあ、いっぱい見てくれてるということで、じゃあ今回も頑張ってまあ全問正解すると何かもらえるんですよ。ちょっと今日は誕生日だから頑張ろうって思いますもらえなかったら、そうですね、罰ゲームがあるらしいんですね、答えられなかったら。ということで今日は罰ゲームを受けないように頑張りたいと思います。前回の罰ゲーム何でしたっけ。あー、辛いのだこれ実は私得意だったっていう話なんで、ちょっと今回難しいの来てもらえるのかな。じゃあ頑張りましょう。では問題です。じゃじゃではいいですか。昨日7月4日は高萩千夏のほか剣道小林さんの誕生日でしたが、高萩千夏は何歳になったでしょうか。22歳です。そうだよね、当たり前だよね、自分が知らなかったらやばいもんね。では次の問題です。今日共演者でもあるアップアップガールズ括弧2期のメンバー梶島彩の誕生日は、7月21。これがね、これね、お前が確認したばっかなの。最初7月24だと思ってたんですけど、梶が21って言ってたから思い出した。正解は7月21日でした。では次は本日最後の問題になります。これに正解すれば豪華な景品がもらえるみたいなんですよ。ちょっと頑張りますよ、もらいたい今日は。では最後の問題、問題です。じゃじゃじゃん。昨日誕生日に YouTube で公開されたいきなりクイズ高萩、シャープ1ですが、たった今再生回数1000回を超えたか、 Yes or No。 これは超えててほしいじゃん Yes。 スマホで確認しましょう。いいですか。超えてる？超えてなかったら今みんなに再生してもらうからみんなでもう全部もう1000いってもらわないと困るよ今日は。本当に絶対いつだと思いますか。もしかして、もしかして、もしかして920だなあ、でもちょっと今日これね、みんな再生やってしまいましたね。でもこれは私悪くないんですよでは残念ながら正解でしたので、罰ゲームになりますかわいそうじゃない、誕生日だよ、バスデーイベントなのに。罰ゲームはもうこのメガネをかけて YouTube アップ後に Twitter にアップしてください。
え、あ、え、もしかして、え、うちは変わってないですよ、もう別に。え、やばいですか。では今回のいきなりクイズ、高萩はここまでということで、ありがとうございます。また、不定期で行います。不定期で、これ本当に不定期なの。本当に不定期すぎて困ってんのね。ちょっと準備したいよね、もうちょっと顔とかね、心の準備とかね、ちょっと景品欲しいんだよ私は。じゃあまた皆さん次のねアップされた線いきましょうね。えせっかく頑張ってるからみんな見てください。あの不定期で結構やってるんで、あの徐々にこうアップされていくと思います。皆さんぜひいきなりクイズ高木を楽しみにしていてください。ということで本日は以上、いきなりクイズ高木でした。